ダッシュでごずどん、武田でございます。彼女と別れました。5年付き合ってました。喧嘩したとか価値観のすれ違いとかではなく、彼女が仕事を頑張りたいという思いでこの家を出ていきました。僕も止める気はなかったです。僕自身彼女と付き合った時、開設当初から10万人になるまでずっと見てくれてた彼女だったんで、不安定な僕と付き合いながらも見守ってくれてた彼女、自分が新しいこと頑張りたい、仕事集中したいって言った時に止めれるわけがないんですよ。僕が頑張ってた、それだけ伝えて区切りをつけました。 1LDK 一人には広いな。本当に昨日、一昨日ぐらい出ていきました。歌を歌わせてください。本当に言わないよ絶対。あ、これ東日本実業団の動画です。はい、ということでですね、東日本実業団の動画です。実現チャンネルじゃないです。どのタイミングで動画が上がるかわかんないんですけれども、皆さんもね、コメント欄でちょくちょくコメントしてくださってるんですけれども、チャンネル登録者数もね、10万人来ました。ありがとうございます。後日またよしきと10万人2人で祝いながら楽しい動画も作ろうかなと思ってますので、皆さんそちらの動画もぜひ楽しみにしてお待ちください。はい、ということで、ここからね、本題に入っていきたいんですが、東日本実業団がね、5月21ぐらいから始まります。1週間前になるんですが、5月13なんだけどちょっと見づらいかな。僕のチャンネル見てくださってる人だったら、武田最近練習してるんじゃねえかという感じに見られると思うんですけど、動画一回曲がってないから、ご心配なさらずです。めちゃくちゃ走ってました。でもやっぱりちょっと一つフルマラソンが2月末にあって、ポカさんが提供してくださったり、いわきマラソンの主催者さんが僕たちのことを手厚くフォローしてくださってたので、絶対失敗できないっていう思いで、短距離の練習はほとんどやってなかったんですよね。やったとしてもウェイトとテンポ走とかしかしてなかったので、14秒以上で走ることは2月末だから3月まで1回もなかったです。正直大きな怪我もなく、フルマラソンも無事終え、徐々に短距離の方に移行してったっていう流れではあるんですけれども、実はね、4月中旬にですね、シーズンインしてました。インスタグラムではちょいちょい動画を上げてるんですけれども、個人では出てないんですけども、4K に出てました。 4K のタイムがね、41秒6ぐらいで、正直あんまりいいものではなかったんですが、チーム内での収穫が結構いろいろあったんですけど、個人の走りがそこまでその時は悪くなかったんですよね。大西さんがね、動画の線を駆使してペッペッて測ったとかじゃなくて、線でタイム測ってくれる、 100m しっかり線で測ってくれる、毎回やってくださってるんですけれども、区間タイムで9秒89というタイムだったので、悪くない。走り自体はバラついちゃったところはあったんですけれども、やっぱりフルマラソンとかいろいろあったんで、スピード出るんじゃないかって、こういろいろ自分の中で不安になるとこ結構あったんですけど、意外と走れた。ここからね、4月下旬の方に、実は佐野スプリント、結構ね、タイムが出る記録会にもエントリーしていたんですが、その前にですね、軽い肉離れをしてしまいました。社会人史上1、2で争うぐらい嫌な違和感があって、治療院に行きながらもケアはいろいろしてたんですが、意外とね、経過が良くて、10日弱ぐらいで、もう走れるぐらいになったんですよね。なので、わ、良かったと、こういう安堵の気持ちもなりながら過ごしていたんですけれども、まぁ、ちょっと佐野スプリントはスルーさせてもらって、また5月頭から東日本まで3週間弱あったので、それに向けて頑張ろうというところになってきたんですが、次何になったかというと、ゴールデンウィーク中に腸炎になったでしょうか。僕が酒しか飲んでなくてとか、不摂生な生活をして、こう、罰が当たるじゃないですけど、それだとちょっと なんとなく認められるんですけど、思い当たる節が一個もないですよね。で、なんかそんな過度なストレスもないし、彼女家からいなくなったけど。大体1回2日間ぐらい動けない時間が実はありました。いやー。去年のこの時期もね、なったんだよな。ちょっとこのネガティブな話がちょっと多くなってしまったんですけれども、とはいえ、やっぱり目標タイムはしっかり掲げて頑張っていきたいなというところはあるんですけれども、練習ずっとやってなかったわけじゃないし、積み上がってるものは多少あるので、そこまで悪くないんじゃないかなということで、今回の目標タイム、10秒9!こちらを目標にしていきたいなと思います。状態としては練習の一環になってしまうのかなと思います。東日本実業団ももちろん大事な試合なんですけれども、ここからね、千葉県選とか山形県選とか、ラウンド繋がれば東北選手権とか、関東選手権とか、いろんなところにこうチャンスは広がってくると思いますので、シーズンね、飛び花くじかれましたけれども、いい弾みになるような大会にできればいいなと思います。1週間前ということで、今日もね、しっかり練習していきたいんですけれども、実はこの後小沢に会います。半年ぶりだね。今日は小沢さんと体をほぐす練習して、で、明日がリレーの練習があるので、ちょっとそういう感じで経過を皆さんにお伝えしながら、東日本実業団当日までしっかり皆さんにお届けしていきたいなと思います。よし、行きましょう。参りましょう。ダッシュで行こうぜ。
ます。東日本実業団6日前なんですけど、昨日小沢と練習したんですけど、6、7、8割ぐらいのダッシュで、ハムに違和感をしてしまいました。いやー、これからアクセルのリレー練習があります。まあ今日現場で動いて無理だったら、リレーメンバーは外されるでしょう。厳しい戦いだ。結構嫌な感じしたんですよね。やっぱ違和感は間違ってなかったな。そんな早くなるわけないか。2週間で。100メートル13秒ペースなら、全く痛くなかったんで、違和感のいいの自分なかったんで、大丈夫かなと思ったんですけど、しっかりプッシュしようとすると、嫌な感じがありました。いやー、メンバーに迷惑かけてしまうのが申し訳ない。しょうがない、怪我は。それでは、行ってきたいと思います。ダッシュで行こうぜ。土曜日撮ったから、日、月、火、水、木、5日間スキップだ。練習はしてましたけど、この5日間は、ゴミみたいな生活してました。キュウリ。つれーぜ。しゃれ。こういう時もある。全部ダメだとね、やっぱ何も手つかなくなったな。やっぱ俺心が弱いわ、みんな。ヨシキのことメンヘラメンヘラってずっとバカにしてたけど、俺も心弱かったわ、かなり。下向いてらんないんで頑張りますとか言いたいんですけど、まあ、正直東日本はもう無理なので。とはいえ、全日本実業団の出場資格が10秒60切るっていうのと、プラス東日本もう出走してないとダメなんですよね。エントリーだけじゃなくて出走してないと全日本実業団出れないらしいんですよ、個人で。今年は一生懸命するって決めたわけなので、8月ぐらいか、多分全日本の最終締め切りは。それまでに10秒60あたりを出す、まあ、可能性としてはゼロじゃない、まあ、去年10秒7出してるんで。で、全日本出場もやっぱ僕の目標の大きな一つでもあるから、出走はしたいと思ってます。 100% YouTube 史上最遅の公認レースになると思います。痛くなるような走りは絶対しないので、痛くない範囲では頑張りたいなと思うので。走るからには、正直なんか東日本行くぜっていうメンタルには正直慣れてません。でもね、なんかこれふてくされて適当に東日本終えるより絶対頑張った方が後々なんかいい気がするんだよね。もちろん全日本の標準切る可能性だってあるし、俺のサポートでチームの誰かが速くなるかもしれないし、なんかいいことはあるんじゃないか、いろんな人に会えるってのもあるし、やれることは全部やりたいなと思います。気は乗んないけどね。気は乗らないよ、正直言うけど。これはもう今乗ってないけど乗せます、明日から。徐々に栃木であるんですけど、栃木に近づくにつれて自分のモチベーションをしっかり上げていきたいと思います。今日ミキティの動画上がったんですけど、今日も編集めっちゃ頑張って動画も1本終わらせて、夜な夜なウェイトしてきて、今帰ってきて12時過ぎぐらいなんですけど、やっぱ頑張ってた方がねいいね、いろいろ。この調子でちょっともがきたいなと思います。なんか東日本 100m のタイムっていうよりかは武田の道徳の時間になりそうです。そういう回もたまにはいいんじゃないですかね。頑張ろう。ダッシュで行こうぜ。おはようございます。関西スタジアム栃木、ようこそ栃木、歓迎ありがとうございます。ということで、今から前日練習っていう感じではございません。昨日も話した通りですね、全日本実業団に向けて出れる資格の一つを今回は達成するということで出走するという流れになりますが、いつもの練習します。ただの普通の練習。今からアクセルの皆さんと合流するんですが、ちょっと迷ってます。ありがとう、キャンダ君。走ったことあるんだよね。あります。2年前の関東選手権がここで、2年前は 4K でちょうど決勝でアクセルとバチってたんだ。バチってで、まあ、バチってでか、僕2走やったんですけど、小沢さんにぶち抜かれた。まず前日練習やりましょうか。お願いします。宿舎に到着しました。今回トレーナーの方が帯同してくださって、その方がね、僕の痛みの原因とか寄り添ってお話聞いてくださって、最大限できることみたいなのをいろいろご指摘していただいて、痛めてから 2,3 週間ぐらい経つんですけど、今日が一番状態良かったですね。本当に感謝です。これはありがとうございます。とはいえやっぱり絶対怪我はできないので、明日最大出力で走ることはしません。何秒出したいとか最低何秒ではやりたいとかもうないです。全く練習の一環だと思って走りたいと思います。昨日もウェイトして、今日3-2-1して明日試合みたいな感じなんだけど、3-2-1がね今シーズンで一番良くて、39秒24秒11秒で走れて、でもやっぱりちょっとまだハムが怖いから膝は開いてるなっていうところはあるんですけど、それでもやっぱり一番いい状態、この状態崩さないまましっかり完走して元気にまたみんなの前で動画を撮るっていうのが、まあ、一番の今回の目標かなと思います。今日はね、宿
舎で動画の編集を終わらせて動画が上がります。フレッド・カーリー選手をうちのチャンネルで、まあ取材って感じじゃないけど映像を捉えてみんなに届けられるってのもマジで嬉しいですね。という感じでした。 100m 一本走りたいと思います。それでは今日一日お疲れ様でした。おはようございます。本番当日になりました。今8時前なんですけれども、9時から 4K の予選があるので、チームのサポートをしていきたいと思います。元気に帰ってくる、それが今回の目標になるんで、しっかり頑張っていきたいと思います。一日頑張ります。よろしくお願いします。ということで、お疲れ様でした。と、なぜこんなに息切れしているのかというと、100メートルのレース終わって、もうすでに時間以上経ってます。チームの応援だったり、いろいろやってて、この時間になってしまいました。あんまり感想まとまってないんですけど、単刀直入に100点です。120点だね。っていうのはまあ、タイムが11秒6だから良かったとかじゃなくて、ハム痛いと動き悪くなるんですよ。動き悪くなったからハムが痛くなるっていう悪循環とかもあるんですけど、普通に走りのエラーみたいなのちょっと多かったから、そこも結構心配してたんですけど、映像見る限り、そんなめちゃくちゃ悪いって感じではありませんでした。もう一つ大きな目標であります、怪我をしないで帰ってくる、ここも悪化してません。うん、最高だね。試合の感覚もちゃんとつかめたし、タイムは11秒66、マイナス 0.6 で、待って666、バックマの数字ってこと。目標にさようなら。あ、こっちだ。